銀太サンプト雪見とリメです来たー久しぶりの来たーということで本日の企画でございますけれどもはいまず一言はいサンプさんお誕生日おめでとうございますありがとうサンプですということで去年サンプさんの誕生日企画、うんリッキーに、はい、来てもらってあれ本当に誕生日かドッキリの方させていただいたんですけれども、うん、まああれ結構サンプさんには心臓に悪い企画だったと思うんですよ、うん、そうねいきなりこうリッキーがね部屋にいて対応させられるっていうまあすごく大変だったと思うんですけど今年、うん、ちょっとご褒美企画やってあげたいなと、うん、趣旨を変えてきたよかったなよかったなお前モノパレー入ってご褒美あんま信用できひんね嬉しい今回信用とっとけおじさんまあ本日なんですけれども僕たち毎年、うん、誕生日プレゼント、はい、メンバーからプレゼントとしてこう渡してると思うんですけれども、うんうん、今年もサンブさんに誕生日プレゼント渡したいなともちろん思ってるんですけれども、うん、誕生日プレゼントの金額は、うん、今年サンブさんに決めていただこうと本日の企画サンブさんに1万円渡して増やしてきた金額で誕生日プレゼントをあげよう、ということで、ここにですね1万円札があります、はい、この1万円札をサンブさんに渡して今から3時間、はいはい、3時間お渡しするんでこの3時間でこの1万円をどれだけ増やしてこれるかとっておきのおじさんそうですとっておきのおじさんご用意させていただきましたおじいちゃんやないかどんな手を使っていただいても構いませんまあこうギャンブルをしていただいても構わないですし、はい、まあ例えばこの1万円で何かを買ってプレミアムつくものを売って増やしたりとか、それこそこの1万円使わなくていいです1万円でいいならねそうなるほどねとかあとは働いてもらったりとかしてこの1万円からプラスで上乗せしたりとかしてサムさんが稼いできた金額で僕らが誕生日プレゼントを買います。なるほどね。なのでこの1万円を上回ることもあれば逆にもうなくなっちゃう可能性もあるしっていうちょっとしたギャンブルになっております。どうですかこの今パッと言われた中で思いつく増やし方とかあります？いやでもなんか行ったことないんやけどその競馬とかボートレースとか、はい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 、オートレースか、うん、とかなんかその辺とか手っ取り早いとかでパチンコ、うん、スロット、うん、スクラッチとか宝くじの、ああいやでも宝くじで増えるってあんま聞いたことない、うん、まあそうね、まあまあまあ、ちなみに今欲しいものとかない？カバンとか。ああ高いです。1万円じゃ無理ですよ。1万円じゃ無理増やしてもらわないと。何福君にしたいってことじゃこれ。20福君いいの欲しがるね。ということで、これから3時間、はい、サンブさんにはお時間を渡しますので、どんな手を使っていただいても構いません。うん、まあ、盗みとかは NG ですけど、はい、犯罪以外でね。そう。犯罪以外でしっかりとお金を増やしてきていただきたいと思います。はい、やっていきましょう。よいしょ。はい。ということで、はい、ここから3時間使ってお金増やしていただきますけれども、うん、手段はまあいろいろ考えました。おけど結果今できる最大のお金を増やす方法はこれだと、うん、パチンコです。なるほど、はい、え3時間打ちっぱ。まあなんかとりあえず一旦元手を増やそうかなと。ああなるほどなるほど、うん、1万円からまず増やす。まあ5万円ぐらいにしちゃおうかなと。そんな増えるもんなの？いや多分無理ですいや気持ちは大きく。なるほどね、うん、とりあえず5万円くらい目標で、うん、その先は5万円ぐらいにして、うん、その5万円を全部なんかもうスクラッチの宝くじにバゴン入れてでも100万ぐらい当てて100万円のプレゼントをもらおうかなと。なるほどね、まあ、夢はでっかく、うん、じゃあ店内を撮影できないみたいなんでもう事前にね電話したけど無理でした。そうです、はい、なんで出てきた時のサンブさんの反応でいやまあ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 これですよこれ。それじゃあサンブさんいってらっしゃい。行ってきますわ任しとけ。堂々とした背中ですね。あいつ絶対負けるぞ今日はい、ちょっとうるさいですけどどうしました？もう1万円なくなりました。もう1万円なくなった？まだ始まって1時間も多分経ってないよね。全部なくなったやばくない？どうすんの？自分の金でまだ打つ。自分の金でまだ打つ。負けられへん
サンプレ欲しい。サンプレ欲しいもんな。まあ、とりあえずあれだもんね、自分の金入れて1万円以上出せば取り戻せるもんな。プラスになる。そうだよな。じゃあ頑張ってください。さあ、ということで立ち上がら帰ってきたわけですけど、はい、サムさんがずっとこの調子なんです。どうした？どうだった？結果知りたいわ。バッグ書いてよ早く。まず1万円速攻で溶けて、で追加で1万円入れて、お今2万円ね。そうね、溶けて、うん、溶けた、溶けて、で次5000円入れて、はい、溶けて、お2万5000円、うん、もう一回5000円溶けて、なんかあれやな、あのその5000円でやめようとした感じがちょっと当たるって信じたんだろうな。でこっから1000円入れて溶けて、3万1000円で、もう1回1000円入れて、3万2000円溶けて、まあ、1000円その3万2000円で何が買えたんだ。え、残ってないってこと買えないよな、俺らな。まあ、俺らは誕生日プレゼントをあげるまでもない。まあ、そうだね。マジと、なんか、あげれるもんとかないの？なんか、なんか、あ、俺、コーヒー牛乳あげるよ。残ってる唐揚げくんとか。が、しかしやっぱり3万2000円失ってもプレゼントは欲しいと、やっぱりお金をギャンブルで取り返さなきゃいけない。ギャンブルで溶かした金はギャンブルで取り返すしかないということで、こちらスクラッチくじ1万円ダメ人間だ。待って、え、4万2000円2000円全部で。バカバカじゃん。やば。え、これどれぐらいなの？どうとかって、こっちは100万円100万円、ワンピースの方は30万円あ、じゃあ全部当たればやばいね。全部が100万円当たったらとんでもない4億4000万円じゃあ今サムさんは実費で3万2000円、うん、で支給金で1万円で合計4万2000円払ってるわけだ。払って今からこれを増やすと。そう、じゃあまずここで4万2000円分出さなくちゃいけないわけだね。そうね、うん、そうね、そうだね。でも俺当たる気がしてて、このワンピースのスクラッチを買った店でラストやったんですよ。おー、だからこれ全部当たりたぶん。おい、120万。120万。とりあえず削ろうか。俺らもちょっと応援したいわ。まあ確かに。ちょ、声持ってこう。せめて回収してほしいよね。うん、4万2000円分当てても俺らあげれないから、それ以上増やさないといけない。確かに確かに。ご縁がありますように。このワンピーススクラッチはじゃんけんしていって右回りに削っていって、でだんだん買っていきゃいいのかな。そう、はいはいはい。2勝するだけで200円、で3勝したら1000円。やばい。4勝したら1万円、5勝したら5万円。うわお。全部買ったら30万。とりあえず5勝したら元取れるくね。まず5勝を目標に。レベル高っ。早速削っていきます。まずこれ初手が大事よ。はい、初手グー。はい、最初はグーのグーですよ。これもいいね。次パー出せばいいだけ。負けた。全部で何勝できるか。あ、負け。あ、負け。はい、2連敗今、うん、また負けだ。うん、負けだ。おっ、あいこ。あいこだ。あいこ、あいこダメ。あー、1勝。あー、1勝ってことは1勝するだけじゃ何にもない。あー、2勝しないといけないんだ。あー、なるほど。これ1枚目はダメだ。これ0です。まずあなたはパーパー、パー来たよ。おっ、いいよ。さっきだったらおいよ。負け。はい、負け。チョキ。まずチョキの負けね。チョキ、負け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 、チョキ、負け。まあ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 。お、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 グー。お、一緒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 。いいよ。お、お、お、いや、あー、いや、いや、あ、チョキか。チョキだー。あ、でもまあ、200円チャンス。あー、チョキだー。これも無駄と。まず3部が、グー。グー、いいよ。お、お、え、え、パーか、これ。パー。チョキだよ、チョキ。パー、パー。グーだ。あ、パー。200円チャレンジ。あ、そうか、一生しても意味ないからな。ムーサンブがグーグー。いいよ。あ、パーあ、パー。お、一生、一生、一生するよ。ラウンド3で一生よ。ここで一生でかい。しょー、200円。今のところまず200円。まあ、行こう。でもこれ1000円になるからね。これ買ったら1000円。あー、200円。まだとりあえず200円。この分の元取った。今これでワンピースはおしまいです。8ラインスクラッチ5。おにぎりがビンゴしたら200円、で、お茶がビンゴしたら1000円、急須がビンゴしたら1万円、ゾウリが10万円、で、この提灯みたいなのが揃ったら100万円。提灯狙いたいね。リアルなとこお茶ぐらいが。まあそうだな。まあ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 。お、おにぎりチャンス。おにぎり1、200円。ゾウリ、お、100万円チャンス。来た来た来た。おにぎりか提灯だったら当たり。急須で入れたお茶。
草履。草履。ってことは、おにぎりやったら、200円。200円。で、ちぼしやったら100万円。これ、あり。一気に行こう。ふっ！おにぎり！おにぎりや。200円。よし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 。いいよいいよ。はい、ということで、ラストの束になりましたが、はい、サムさんがあまりにもかわいそう。こんなに顔が死んでしまったから、誕生日企画で、こんな思いをなんでしなくちゃいけないんだと。俺らからの慈悲で、俺2枚、リム2枚、雪見2枚、そして、うまちゃん2枚、選びました。ここから、もし、当たりが出た場合、オッズ2倍です。2倍でいいかな？これ、多分最低でも200はどれか確定なわけやん。5、5!これで100万当てられてみ500 でも1万とか出たら5万になるわけだから、うん、勝ちよ勝ちだから巻き返せるのよ勝ってあげれる言ったらもう俺らは多分2枚あるから3枚あったらもう俺らは安心できるそうまず当倍オッズどれからいきたいじゃあうまちゃんのやつからオッケー締めたい100万引いたって誰100万マネージャーから500万巻き上げろ100万リーチ来た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 おあるよあ、なんかすげえ散らばってるからありそうめちゃくちゃお、もうおにぎりないじゃんおにぎりはもうないとあ、あ、これ来たわお100万円だ100万はい今のうちにもう準備しといてください借金借りていかないとおにぎりこれはまちゃんセーフ残念でしたね払えなくて残念辛いなプレゼントあげたかった5倍が次あげるなくなりました俺あいんおっおっ湯飲みチャレンジ5000円湯飲みこれ5000円あるチャンスいやと思ってるやろいや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 そう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 そんなことないおにぎりと思ってない湯飲みだと思ってる信じてるよあこれ待っておにぎりやったらもうもうだって角見えてるからね。おにぎり。残り2つ。もうどっちかはもう1000円以上が確定してると。払いたいよな、やっぱり。払いたい。いやでも横ラインあるもんね。横ラインあるもんね。あ、もう底上あるってことはもう。で、最後はあれだ。もう。おにぎりだ。いや、これ、湯飲みだ。ってことはもうこれは。ラスト、おにぎり確定おにぎり確定のはずのはずおにぎりあーもうでかすぎるよ真ん中おにぎりははい、ちょうちんねいや、いいよあーリーチかかったおにぎりおにぎりチ来たよおにぎりだいやもうだっておにぎりなんだから左上だけ削ってくるいや、わからん、まだほらやばいおにぎり急スリーチいや急ス来たらめっちゃ困る5万円あ、待って100万リーチある待っておにぎり急ス100万リーチなんだけどやばいえ、今までで一番熱いトリプルリーチよえ俺やばくね1000円か1000円か5万円か500万でけえ数字見せてくれ行くぞ！やった1000円だ！ということで、1000円、4万2000円が2200円に。2400円やな。3万3000円と、これもともと200円当たってるから。だから3万9000円。パチンコは？二度と。おめでとう誕生日おめでとうじゃあ、ご飯食べようかじゃあ、今日の夜ご飯がサンボの誕生日プレゼントということでですね、皆さん、ギャンブルはやらない方がいいという結果になりました。はい、皆さんもですね、宝くじだったりとかパチンコだったり、競馬だったり、ボートレースだったり、たくさん興味のあるものはあると思いますけれども、はい、一番は自分の欲しいものを、はい、そのままのお金で買うことが、はい、もしかしたら一番いいのかもしれません。はい、この動画勉強になっていました方はグッドボタン、サムさんちょっとかわいそうだなと思った方はですね、慈悲のチャンネル登録の方慈悲のチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは以上、モノパレットでした。
モノパレットフィフスアニバーサリーライブ、はい、ノーティーロイヤルがモノパレット初となるゼップ花手で開催が決定しました。結成当初から、はい、ゼップで4人でライブをするのがまた一つの目標だったんですよね、よく話してたね。そうなんですよ、うん、こういう5周年という記念すべき日に、はい、開催ができるということで、皆さんにね足を運んでいただけるように全力で頑張っていきますので、足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、ゼップ花田でお待ちしております。それでは以上、モノパレットでした。遊びに来てね。